先行サボリのことを家に連絡しやがって。あれ？今日って確か100円セールのお店ってなかったっけ？そうだそうだ、間違いない。だてめえなろスタンドおらうるっちゃなってん場合じゃねえぞ。おれ待ってんならなすくってんじゃねえぞ。いい加減にしやがれ。もう泣いてるじゃねえかよ。サトシ君。見たっつんかぐれ。うっけっと痛い目見せなっす。んとか言ってみえ。うるすかったんぞ。あれあ、いや、そのもう泣いてるんだから、それくらいで勘弁してあげてもいいんじゃない。あ、なことをおめえにされとんじゃ。おらか、うわあ。たまたま暴力は良くないぜ。いや、だからバイクが倒れたのはお気の毒と思い、でもですね、どうか機嫌を直されてですね。どうしたら機嫌を直してくださるんですかね。あ、いや、その
もちろん私たちはお金なんか持ってないんですがね。おお、そう、金がのうならしゃあ体で払ってもおっかないっちゃな。こんな、よう見る、なんじゃこの後。求めすぎる貴様らは人以下、動物と同じだ。貴様ら全員を強制する。顔っこいしばれ。タイトミニを引き合いに出したな。例えば特に美少女と一言に言っても、それについて貴様らに抗議することは寿司山芸者から入った。だからここでは最も制服系の御三家といえば何か答えてみろ。そうだな、制服、体操服、なおセーラーかブレザーかの好みの違いはもちろん、ブルワーかスパッツかの違いも、どっち水も紺か白かの違いはあるぞ。どうだ、これだけでも。ではお前ら3人がこれらの、おい不良 A、お前は不良 B、 お前は体操服、そして不良 C、 頭に思い描け、時間は3秒。描けたか。ではお前らの望む美少女がここにいて、その衣装を着ているぞ。返事はオスか。さあ、バカ者、それでも軍人か。よーし、描けたようだな。次に進むぞ。これらの萌え衣装では貴様のバカげた実況に戦い、運力ムンムンなタイトミニスカートを見極めてみろ。団子でももらって Get back here! そんなことも知らんのか、愚か者。制服は日本の文化だ、ゲームだ。和洋折衷はこの世界には、そ、貴様ら聞いているのか。中を食いしばれ。貴様らが真の萌え文化を理解できれば、はい、指導しろ、指導。やばいぞ、つながれ。さすが前原さんです。たった一人であんな怖そうな三人組
鼻血出してましたね。前原さん、喧嘩も強いなんてすごいです。尊敬します。俺の固有結界もますます磨きが、今監督の固有結界メイドインヘブンに太刀打ちできるくらいに磨きをかけてやるぜ。大丈夫かよミオ。天下ごめんのミオンがどんな情け容赦、まあそのさすがに男がそんなわけないよな。まあその半べそ書いてたのは見なかったことにするからさ、そのまあ元気出せよな。ありがとう、ケイちゃん。よかったらお礼にお茶でもおごるよ。すぐ近くにおじさんの店があるし、どう？なんか、おい、腕なんかにしがみつくなよ。あれ？こういうの嫌いですか？いや、その嫌いじゃないけど、その胸が胸が当たって何ですって？お姉はケイちゃんのこと本当に気に、ズバリケイちゃんの魅力を一言で示すと何です？そうだね、もしも一言でしか言っちゃいけないならやっぱり思っ、そうそう、この間の部活の時にさ、
ムーン。それでそれで、何？ん？何？どうしたの？今シオン何か言わなかった？でね、おじさんが今日は盛り上げてくれてありがとうって言って、私以外の全員に、うん、お姉以外の全員にね、そみんなの手前、私にもちょうだいとは。相変わらずお姉は自分の欲しいものを欲しいと言えない人。それで、ケイちゃんの袋にはね、一番かわ、そのお人形が一番欲しかったってわけ。別に何のお人形だってよかったん。ケイちゃんは私だけもらってないって知ってたのに私にミオンには似合わないよなって言ってくれ、次に生まれてくるときは言われたんだよやり直したい。ケイちゃんに出会った最初の頃からやり直して、今度はちゃんと。おねえ深刻すぎですって。お姉がやり直したいと思って、しかも向こうが何もトラブってない状態なら全然セーフじゃないですか。互いに傷つき合ってただれちゃうと、まあやり直しも面倒でしょうが。やり直せるかな。ケイちゃんの前で涙を流してないなら、そもそも何、お姉がこの場で適当に涙して明日から心を入れ替えていけば修正可能ですって。うん、そりゃケイちゃんのデリカシーのなさには呆れますけど、その結果は結局今日までの、今日からの生活を少しずつ改めてポイントを稼ぎ直せばいいだけのことです。生活を改めるってどうやって？お姉に可愛らしくしろって言うと、明日からフリフリの格好で、変に構えないで普段通りに行きましょう。でも細かい部分でこれまでの違いを見せていく、そこがさりげないポイント。ああ、あと人形をもらったレナという子には釘を刺しておくこと。現在のケイちゃんの中ではお姉よりもレナの方が高ポイントの可能性が高いです。うん、確かにレナは女の子っぽいしな、可愛いし海外しいし。ライバルがいるならうかうかできませんよお姉。涙は男を引き寄せる力がありますけど、つなぎ、普段は笑っててポイントで泣く。萌えの典型パターンの一つかもです。私もケイちゃんに実践してみるかな。え、あ、ダメだよ、ダメお姉が気に入る男の子ですからね、私が気に入らない道理はありませんから。さーて、ケイちゃんをどう引き込んでみす。なんならお姉、どっちがケイちゃんの気を引けるか競争しましょうか。やだやだ、もう絶対やだ。シオン、ひなみざわに来たら追い返す。
まったく、ケイチさんのドスケベぶりには呆れましてよ。男の子なら仕方がないのですよ。みーちゃんもしーちゃんもケイチくん困ってるよ。ですってよ、おねえ。大岡越前じゃあるまいし、このままケイちゃんが引きちぎれるまで引っ張りっこなんかしてないよ。シオンが引っ張らなければ済むことでしょ。シオンは沖の宮に帰れ。はい、了解。そうしますね。パッと。じゃあケイちゃん、これ以上からかうとお姉に噛みつかれかねないので、今日はこれで帰りますね。あ、シオン、そのさ、今日はありがとな。ああ、あんなのお安い御用です。あの程度で恩が着せられるならいくらでもってくらいに。じゃあまたな、シオン。そんなこと、一緒がいい、一緒がいい、サトシ君と、いつまでも一緒がいい。
サトシ君。サトシ君、サトシ君。Thank you.
シオンさんはどうなさいますか。今夜の綿流しのお祭りは。うん、行って適当に遊ぶつもりです。お姉とその愉快な仲間たちでもからかうかな。何で雛見沢に行きますか。車で行くならお送りしますよ。スクーターで行くからいいや。それはいけません。帰りに本家に寄られて親類の宴会に居眠り運転などさせられません。お世話になりますかね。わかりました。では夕方に出発しましょう。そのくらいの頃にお迎えに参ります。綿流しか。サトシ君がいなくなっちゃってからもうすぐ1年になるんだね。ムーでしょ。いらっしゃい。はいよ、網とお椀。よし、やるぞ。金魚はみんな生きがいいね。実に美味しそう。この小さいのなんかそのままボリボリと生でいけちゃうよね。ミオンさんは何を言ってるんでございますの。みーちゃん食べてたの。去年レナからもらったのも食べちゃったの。違う。あ、私そんなこと言ってない。いやでも今実に美味しそうだって。確かに言いました。お姉って雑食ですから口に入れば何でも食べちゃうんです。美味しいなら今度僕も試してみるのです。ダメだよリカちゃん、お腹壊しちゃうよ。ちょっと待て。おいコナ、お前いつの間にいるんだよ。シオン。はーい、ケイちゃんにお姉にみんなこんばんは。あんたどこから湧いてきたの。しよう。焼きそば屋さんの時からずっとです。お姉たちは騒がしいからすぐに見つけられました。もうあんたは関係ないでしょ。早くどっかへ消えなさいよ。もうお姉もあまり私を邪険ね。ケイちゃん、私が一緒でもいいですよね。
しんでるみたいね。こんばんは、シオンちゃん。月の綺麗な晩ね。あれ、すごいお久しぶりですね、高野さん。それから…そうだね、挨拶をするのはこれが初めてだね。僕は富武。ミオンちゃんの双子の妹さんだって話は聞いてるよ。よろしくです、富武さん。凄腕のカメラマンとの大噂だとか、ぜひ今度私も映してくださいね。デビューを夢見て投稿を繰り返す素人だけどね。そんなことないわよ、次郎さんは上手よ、いろいろとね。いやいや、まだまだ勉強が才能に恵まれない分を努力で補わないとね。高野さんと富武さん、仲がよろ、私はお邪魔ですかね。あらあら、ご警察痛み入るけど、お気遣いは結構よ。それに高野なんて、なんだか他人行儀みたいな呼び方ね。昔みたいに、ミオって呼んでくれていいのに。やっぱり目上の人にファーストネーム呼びつけはちょっと気に…まあその、気にしないでください。あれから図書館には来ないのね。研究の同志としてもっともっといろいろお話ししたく…まあ気が向いたらそのうちってことで。研究の同志って、まさかシオンちゃんも興味があるのかい？その、この村の昔話とかに。ですよね、リカちゃまの儀式。うん、うん、実はね、これから祭具殿の中に入ってみて。でも、確かものすごい厳重な鍵がかかってたと思いましたよ。去年まではね。前の缶抜きじゃ重すぎて大変だと、リカちゃんが言ったらしいの。それで今年から、
ものすごく安っぽい南京錠に変わったの知ってた？いえ知りません。でも安っぽいと言ったって錠前がかかってますよ。次郎さんね、とても、え、じゃ、あけられるんですか？綿流しの儀式が始まれば全員が儀式に最後殿の周りには人影は全くなくなる。今夜が一番の資格なの。東大元暮らしとでも言うのかしらね。よかったら後でこっそり二度とないチャンスよ。じゃあよかったら後でね。高野さん、何の内緒話だい？女同士の内緒話よ。行きましょ、暗くて人気のないところへ合いびきに。サトシ君、どうしよう。何考えてんだ私。どうしたんだよシオン。それより奉納演舞がよく見えるとこってまだ遠い。え、奉納演舞がよく見えるなんて誰が言いました？暗だね。みんな転ばないように気をつけるんだよ。ご心配ありがとう。じゃあ門番をよろしくね。
ここ閉めるわよ。やれやれ。じゃあみんなゆっくり楽しんでおいで。大丈夫よ。予備電池も入ってるアウトドア仕様な、消えたりなんかしないわよ。あれが雛見沢の守り神、お社様よ。ね、サトシ君、聞いてる？
どうしたの、サトシ君。何か怒ってるの？どうしたよ、シオン。ひょっとして怖くなった？お化け屋敷で女の子がしがみついてくるのはデフ、まんざらでもないくせに。ほらほら、行きましょう。高野さんに置いてかれます。シオン、大丈夫か？はい、全然平気ですよ。それよりケイちゃんこそ顔面蒼白でかなりヤバげか。ならあまり俺の服を引っ張りすぎないでくれると嬉しいんだけど。ああ、こりゃ失礼です。あらあら、私はお邪魔かしら？で、高野さんはその風習が実は幻想でしたよね。これ本当に内緒なんだからね。シオンちゃんは理解のある人だから話したけど、他の村人には聞かれたくないの。下手をしたら罰当たり者ってことで服
袋叩きにされかねないんだから。前原くんも内緒にしてね。知られたら私、お社様のたたりに会うか、生贄にされちゃうかするかもしれん。たたりなら、今年はどんな死に方をさせられちゃうのかしら。生贄なら、鬼ヶ淵の沼に生きたまま沈められちゃうのかしら。そういえば今夜よね。お社様のたたりがある夜は、これは実際にあったお話よ。明治の終わり頃にね、鬼ヶ淵村で身元不明の惨殺死体が発見されたんですって。かくも無残かつ残虐非道を。驚かせちゃったかな。あら、次郎さんも見たくて我慢できなくなった。ここ素敵な拷問道具の宝庫よ。僕は遠慮させてもらうよ。生来ね、こういうのは苦手なんだ。それより演舞とセレモニーが終わって、みんな沢の方に降り、あと何分もしないうちにお祭りは終わっちゃう。うん、ケイチ君も出るかい。もう十分に見ましたので。シオン、もういいだろ、出ようぜ。綺麗な空気が吸いたいよ。同感です。出ましょう。